こんにちは、服とスノーボードの店レーブ前橋の大輝です。さて、レミーラから2022年春先物のサンプルが届いておりまして、その中から今回はラックシャツ、フロントがファスナーになってるこちらのシャツ、ちょっとねジャケットみたいな感じの雰囲気でも使えるようなやつをご紹介してみようと思います。まずこちらなんですけど、生地が2種類ありまして、ライトインディゴの方は結構薄手のこうデニム 7.5 オンスで作られていて、であと3色残りあるんですけど、今僕が着てるこのきなりと、あとこのちょっと分からないかな、サンドピンクとブルーグレー、この3色についてはツイル生地、ちょっとこう張りがある感じのツイル生地ですね。なかなか、なんだろうな、シャツなんだけど、シャツより若干しっかりした生地かな。いきなりはこの感じで、サンドピンクとブルーグレーはこれを後染めなのかな、これを染めて作ってるカラーになっております。入荷時期は3月上旬から中旬みたいな、ちょっと上着欲しいなぐらいの時に入荷してくるやつです。いいな、この同じレミラの春物のヒッコリーシャツに合わせてもらってもいい感じに着れるのかな。でフロントがファスナーで、裾はねまっすぐ、むしろここはちょっと上がってるのかな、だからこう下にロンティとか着てるとレイヤード感が出てる、いいの。でシャツなんだけどこの台襟がないんでドリズラーみたいな、なんだろう、なんかシャツと言われればシャツだけど、ライトジャケットと言われればライトジャケットになるみたいな、なんかその中間ぐらいの使いやすいアイテムですかね。でポケットは両胸にちょっと大きめのこうパッチポケットがあって、でねこっちの左身頃だけこの上のパッチポケットの下半分がフラップみたいななってて、ここはなんか落としたくない小物類とか家の鍵とかね収納しといてもいいのかな、そういう小ポケットがついてたりします。であれだ、これはもうね特徴としてちょっとこうワークな雰囲気があって、でもサクッと羽織れてみたいな、どんな状況でもこうサクッと羽織るよみたいな、なんかワーク的な感じで使ってもらったりして、まあ、長く使ってもらいたいということで、このね背中の内側にここにボディの生地と同じ生地が縫い付けられてます。だからなんか例えば肘とか穴開いちゃったりとかしたら、この布を切り離してそこに当て布してあげたりとか、やっぱりね同じ生地だったとしても、まあ、5年着たやつと新しいこの生地だともう全然別の生地に見えてしまうので、ここに縫い付けとくことによってね同じぐらいの経年変化をしてくれるんですよね。だから当て布した時にもスッと馴染むというかっていうやつがここについてます。あとね人によってはこれを使ってなんかカスタムしたりとかポケット追加してつけてみたりとか、そういう感じで使ってもらえるような仕様になっております。
でサイズ感なんですけど、僕が172センチ、52キロで、肩幅ちょっと広めの体型なんですけど、これで今サンプルが L サイズ着てます。なんかいつものレミーラのシャツ、これまでのレミーラのシャツよりは若干ね、身幅とかこの袖の溜まり具合とかが緩くなってるかなっていう印象です。ただだからこのどう使いたいかかな、こう羽織として使いたいんだったら、まあ、L でもいいんだけど、これの上にカーディガンとかを羽織ったりとかするのであれば M かな。シャツとして使うならいつもだったかな、 M っていう感じかな。もし何かわからないことなどございましたら、お気軽にコメントやメールにてご連絡ください。僕たちが返信したり、僕たちがわからないことはちょっとレミラの方に確認したりしてお答えいたしますので、お気軽にどうぞ。そんな感じです。また。